ローブラザー白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。おはようございます。ということで、今日はクレイの死に様を見ていただいたんですけども、モナの動画です。で、装備なんですけども、まずは、キャラの入れ替えが多い武器、ね、を使った方がいいので、流浪学長、今回のビルドは、まあ、幻想爆発をしっかり回していくっていうものになります。で、こちらなんですけども、放送中にね、お話ししたときに、ちょっとキャラ変えたらこの熟知とか乗らないかもしれないみたいな話したんですけども、結局今日試したら乗ったんで紹介していきたいと思います。でレベルは40でちょっと低めなんですけども、一応システムってことで紹介します。でステータスなんですが、今回のビルドに関しては、回心率と回心ダメージ、これは流浪学長の効果でもっとレベル上げれば上がると思いますんで、150とかそれぐらいにはなると思う。で、回心率はヘッドの部分に回心率の冠をつけて、まあもうちょっと高めの設定にするとかなりバランスいいんじゃないかなとは思います。まあ50以上あれば、まあ僕個人的には十分だと。で、チャージ効率を上げてます。210%。まあこれはチャージを回して元素を回すっていう効果と、あとはまあ一応この水ダメージがモナのチャージ効率の 20% に相当するってことで、チャージ効率を上げてもまあわずかではありますけど、水ダメージが上がるというところで、一応チャージ効率も持ってみたというところで、まあ、これには理由がありまして、まあ今回ちょっと岩ダメージついちゃってるんですけども、本来であればここはこういう指揮官のハットとかをつけて、まあこうですね、熟知80、幻想爆発ダメージのこのセットがベターです。ただ今回ちょっとチャージ効率をね、少しここのラインまで上げていきたいということだったんでやってみました。で理由があるんですけども、一つ一つ紹介していきたいと思いますね。で幻想爆発を打つ時のクールタイム、これが15秒なんで、できるだけここに近づけてやりたいっていうことなんですけども、モナのクールタイム、これね、回復量っていうのが、基本的にこれを打ちます。クールタイム12秒のこの原因を打ちます。で、これが5秒後に破裂するんですけど、その時に破裂して、初めて元素が回収されるんで、で結局これ2周取るのに、12秒プラス5秒の17秒かかるんですね。17秒でやっと2回分っていう形になるんで、モナ単体で、元素を貯めるのがかなり難しいキャラクターなんですが、ちょっとその解決方法として、行く脇を使います。行く脇を使って、元素を回収するスタイルですね。そうすると、いいんですが、行く脇の剣を打った時に、バックステップをしないと、行く脇自身が取ってしまうんで、しっかり打った時に、動画の方で見れば分かると思うんですけど、最初の冒頭の動画。これを打ってすぐ下がってモナに切り替えてこう打つみたいな、そうするとこれでチャージ効率210であれば1回でたまります。でただ行く脇のこの剣がついてしまうと、近づいたら火をつけるときに水が勝手についちゃうんで、今回はクレイを遠くから打って元素の赤をつけていくっていう方法にしました。でこのクールでいくと、まあ、大体16秒から20秒ぐらいで、例えば元素爆発を回せるっていうことなんですけども、まあ、ちょっと遊び時間を作ったとして、まあ、30秒に1回この流浪学長が入るってことで、いいんじゃないかなと思います。で、元素熟知が上がれば、入れ替え、元素爆発入れ替えの炎の、威力が上がるし、元素ダメージが上がれば上がったで強いし、攻撃力が上がれば上がったで強いというところで、まあこれ。あと生物の源泉は、チャージ効率と回心ダメージが入っているものがかなり優秀なのかなと思います。あと元素熟知も入って、攻撃力が入っているとなおよしっていう感じになります。まあ、もちろん元素爆発を回転させるキャラクターになりますので、吸気族を2個で威力を上げていくっていうスタイルですね。まあ、このようにしていくと、かなりバランスよく上がるんじゃないかなと。ただ個人的には僕はモナは銃撃で戦いたいです。理由としては将来を見据えて、ここの
通常攻撃をしたら自動的に銃撃になる。でこういう銃撃スタイル あのキャラクターだと一応僕は思ってるんで、まあ一つ目としては例えば無凸状態でモナを使うのであればこの幻想爆発の回転がいいのかなというような結論で、その先を見据えているのであれば銃撃ですね。でちょっと今ビルドをチェンジします。はい、でこちらが銃撃スタイルのモナになります。まず破壊力は、まあ1900程度、まあ、こちらなんですが回心率回心ダメージはこの程度になってます。でチャージ効率は特に考えてないんでサブで入ってるのを適当に入って、で水元素ダメージって感じです。で武器は死風限定をつけて、これ出しっぱなし想定ですね。まあ4秒間経つと 16% ずつ増えてくるっていう。でこれ上げると回心率が上がってきますんで、まあ、30% 以上です。で生物はルロー、あの楽団ですね、楽団を装備してルローする楽団で元素熟知、まあ熟知は一応上がってしまうんですけど、こちらの銃撃が 35% 上がるというところ。ただ将来的に命の星座でこちらが上がりますんで、まあここはねルロー楽団じゃなくて、まあ旧貴族とさっき あの楽団のセットにして、あのまあ元素爆発を回るスタイルにしてもいいんだぞっていう風に変えても構わないんですが、僕はもう銃撃が好きなんで銃撃スタイルという形にしました。でこちらの運用方法なんですが、まあモナですね、まず3秒間命の星座の効果で3秒間ビュート1、2、3、これだけ戻って上がると次の銃撃が威力が上がると、要するにこれですね。ただ走るとスタミナなくなるんじゃないかって思われるじゃないですか。だから1、2、3秒くぐったら連続でこうやることによって途中で突入の効果の、まあ、銃撃、例えばまあ20発なんて5発だとしよう、5発撃ったらあの銃撃が発動する。だから3秒潜って5発撃って銃撃発動みたいなスタイルで、5発ね、例えば3秒潜って出てから8秒間なんで8秒で5発撃てますんで、まあ、まあほぼほぼこれのループになるという形。ただ3秒間走るっていうスタイルも全然いいんですけども、ここでもしねこれ敵の周りで3秒間走るとあのなんか虚影が出るんで、まあ、敵の周りをうろうろ3秒間走って、まあ、この虚影を発動させてまあやるみたいなスタイル、ちょっとやってみましょうか。まあ、あいつらにやってみる、あいつら氷なんですぐ死なないと思いますんで。はい、じゃあ銃撃をやっていきます。こんな感じで銃撃12000、これがあの 180% 上がると見てください。はい、じゃあ1、2、3、うろついたらこれが出ます。で出てこう今銃撃撃ちましたけど通常攻撃を撃ってます。でこうやってうろうろして1、2、3で出ていったん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 、これで銃撃が入りました。1、2、3、いったん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 、1、2、3、タン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 で銃撃入りますよね。まあこの間に12秒なんで、このこれが溜まったらどんどん撃っていく。タン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 、はい、でこう回る、でこういう感じ。ちょっとすみません、僕凸録じゃないんでこれが実際にちゃんと反映してるかどうか あのチェックまではさせれないんですけども、こういった形、まあ6凸を意識したらこういう形になりますね。でこれが5秒ごとに1回なんで、まあこれ発動、銃撃が発動して1、2、3秒で、あの、まあ、3秒4秒ぐらいで走ったらもう5秒経ってますんで、まあ、これをループでできるというようなスタイルになってますね。まあ6凸を意識したビルドとしてはこれがかなり優秀で、あの12秒に1回ちゃんとこのこれも打ちながらこう回って虚影を出して、虚影ダメージがどんどん追加される中でこれで銃撃入りました。走って
で競泳で出た瞬間にこれ放って、こういう感じでやるんで、まあ、元素チャージのたまりも悪くないです、ね、一応銃撃で DPS はもうずっと DPS は稼ぎながらも、一応こういう、まあ、元素爆発必殺技も同時にこう打っていけるというような内容になってます。まあ、あんまりその、 あの相手が例えば水属性とか、あの水じゃ倒しづらいやつじゃなければもう何も考えないで出っ放しでガンガンできる。要するにもうマルチ用ですよね。もうガン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 戦って、まあ、ガンガン爆発を付与して、でこれでヘイト取りながら走って敵の周りで強栄出して敵のヘイト取りながら、もう相手陣地をかき回すようなね、あの戦い方ができるようなキャラクターだと思います。まあ、一応こんな感じで2つのね、モナの2つのビルドを紹介させていただきました。無凸の星4武器で、やる、あるいはもう6凸想定にしてもうすでに楽団で揃えてしまう。ただ6凸にならなくても一発で現在僕の状態で1万2、3000とかそれぐらいのダメージは与えれるんで、伸びしろが楽しみですよね、というような形になります。まあ、以上ですね、あの2つの2種類のビルドの紹介でした。またご視聴の方よろしくお願いします。ビルド動画いっぱい出していきます。あのライブの方放送していきます。コメントください。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。